はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第163回でございます。で、今回テーマが、そりゃ真面目な学生生活を、点点点と。まあ、みたいな感じだと思うんですけど。で、あと YouTube ライブにて、もう一個テレビに出ますっていうとこですね。勉強の話あんまないかもしんないんですけど、よかったらお付き合いください。で、あとは、一日、今週ずれちゃいました。本当は日曜のね、20時に上げてるはずなんですけど、昨日ちょっと急遽ね、上げれないちょっと事情ができてしまいまして、一日ずれました。申し訳ございません。よし!じゃあ行こうか。はい。ということで、今回このテーマなんですけど、まあね、今、普段ありがたいことにいろんなメールをいただくわけですよ。まあ、メールだけじゃなくてコメントもそうですけど。で、その中でですね、結構、自分の生い立ちについて聞かれることが、これ保護者の方の方が多いんですけど、その、なんかわかんない、画面を通してすごい真面目に映ってるのかな?自分で言うのすごい恥ずかしいんですけど、らしくって、まあ、どうやったら、まあ、こう、先生みたい、ハイチ先生みたいになりますか?みたいなのをちょいちょい聞かれたりとか、あと学生の皆さんに、どんな、学生生活だったんですかって、やっぱり中学校の時すごい成績良かったんですかとかっていろいろ聞かれるので、少しだけね、こう、ざっくり自分の生い立ちを話していこうかなと思います。で、今回タイトル、まあ、テーマがさ、まあ、そりゃあ、真面目な学生生活を、みたいなこと書きましたけど、送ってないっすよ。もちろん不良とかではなかったです。なかったですけど、真面目か真面目じゃないかと言ったら、別に真面目だったとは思いません。ただ、曲がったことは嫌いだったので、昔からずっと。やるべきことはやろうっていうスタンスはずっと変わらないかなと思います。で、今回、まあ、中学生の方がね、聞いてる方多いと思うので、まあ、中学校の時の話をしようかな、中心には。で、中学校、学年170から180人ぐらいの学校だったんですけど、中学校はね。で、入学、ちょっと最初、入学するじゃん。最初中間テストあるでしょ ?1 年生の時に。で、今でも忘れないんだよ。他忘れてんだけど、最初のテストね、俺22位だったの、学年。これちょっといいよね。まあ、自分だからいい方なんですけど、ごめんね、もっといい方にとったらさ、申し訳ないんだけど。22位で、なんで覚えてるかっていうと、まあ、ゲームされる方いると思うんですけど、プレイステーションってありますよね。プレステですよ。で、今4まで出てますけど、俺が中1の時にプレイステーション1が出たの、最初。まあ、1ってついてないけどね。プレイステーションが発売されたんです、初めて。で、俺当時からゲームがすごい好きで、めっちゃ欲しかったの、プレステが。で、親に交渉をして、じゃあ、テストで20以内取ったら買ってあげるよ、みたいなのを約束を取り付けて、よっしゃ、取ったるで、と思って。で、やったら22位だったの。でも、まあ、アマちゃんですよ。甘々な私ですから。いや、ま、惜しかったし、22位だから、これ買ってくれるでしょうって思って、親に見せたら、まあ、突っ跳ね返されるよね。いやいや、取ってないじゃん、20位、みたいな。そう。で、そこはもう、うちの親もはっきりしてて、ここのラインまで行けって言ったんで、ここまで取らなきゃダメでしょみたいな。おまけとかないよみたいな。そう。まあ、それは本当ありがたかった。そこで多分、なーなーで、もし買ってもらってたら、その後、頑張ろうとか思わなかったと思うし、で、もう一回チャンスをもらったん。次の期末テスト。で、その期末テストの時に、まあ、同じで20以内取ったらって言われたから、その時のテストが中学校3年間で一番良かったの。それは6位だったの、10位が。で、買ってもらって、で、そっからどんどん落ちるっていう。で、特に、まあ、中学校の時、まあ、前ね、昔話したことありますけど、ちょっとま、いじめを受けてたので、中学校の時。で、最初はなかったんだけどさ。で、だんだんその流れができてしまって、まあ、中2、中3の時はね、まあ、いじめって、今思ったらね、いじめだったかどうかわかんないですよ。わかんないですけど、まあ、陰口を叩かれたりとか、キモい、うざい、デブとか普通に聞こえるように言われたりとか、もう廊下歩けば陰口を叩かれると。あいついるよ、みたいな。そう。だから俺最後の方で廊下歩けなくなったんだよ。そう、移動教室以外。と、行き帰り、まあ、峠校か。の時以外にも怖くてね、廊下歩くの。そう。で、まあ、そんな生活があったのもあるんだけど、まあ、それは言い訳だけどね。もしかしたら言い訳かもしれないけど。で、結局、だんだん下がり始めて、中2の時がね、平均70位ぐらいだったかな。まあ、真ん中よりはちょっと上には入れたかなぐらい。だったけど、通知表は、美術と体育で2を取ったことがあって、そう、美術の2はね、多分ね、俺のあまりの絵心のなさだったのかな。未だにちょっとわからないんですけど、で、体育は、俺、今でもなんだけど、泳げないんですよ。そう、今は、まあ、クロールはね、ちょっとまあ25ギリ泳げるぐらいになりましたけど、練習して。中学の時、10メーターも泳げなくて、
そう。でも嫌でプールサボりまくってたの。そしたらね、テストで頑張ったんだけど、まあ2位つけられるよね。そう。っていうこともあったりとかして、通知表まあ70位とかだったから、まあそんなに良くないかな。まあ2を取って3が多くて、4、たまあ5がちょっとあったらいいなぐらいな、感じでしたかね。だから、みんなが想像してるような、優等生ではさらさらないわけですよ。別に言動が真面目とかでもなかったしね。そう。まあ、それで、まあ、高校、まあ、入って、まあ、男子校行ってたんですけど、男子校に行って、で、高校はね、あのね、すげえ嫌なやつ、嫌なやつって言い方欲しいな。もともと専門学校行きだったの、それ。そう。最初の夢が。俺、あれになりたくって、あのね、あの歌手とかバンドがライブするじゃないですか。ライブされるでしょ？で、ライブツアースタッフっていうのかな？ライブ会場を作ったりとか、音響さんみたいな、そういう音楽に携わる仕事がしたくてですね、なんかそういう専門学校があったんですよ、当時調べたら。で、それになりたくって、で、調べてたら、その専門学校がね、通知表の面接だけで行けると。そう。で、分かってたから、じゃあ、通知表は取ろうと。で、先生に相談したら、まあ、学校のテストと提出物をひとまずちゃんとやっとけと、あと授業態度だね。やっとけって言われたから、そこを抑えようと。だからね、高校の時のテストは本当に良かった。ちゃんとやってたの、テスト。でも、テストのための勉強しかしてなかったので、まあ忘れるわけですよ、どん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 。なので、もう模試とかボロボロだったのね。で、結局、高2の冬ぐらいに、教員になりたい、先生になりたいと思って、で、自分、私立の大学には、ね、行かせてもらうお金がなかったから、うちは。だから、国立しかなかったの、選択肢がね。で、偏差値が20ぐらい足んなかったんですけど、塾行くのも嫌だったし、お金かかるってですね、なんだっけ、予備校がかかるって言われてたから、だから自分の力だけでやろうって思って、で、高2の冬から1年間尻物食いで勉強したタイプの人間なんですよ。だから、その最初の時、国立っていうか、まあ、大学行こうって決めた、受けた模試が多分英語32とかだった気がする、偏差値。30、もうちょっとだったかな ?5 ぐらいだったかな忘れちゃったけど。そう、そんなとこからスタートしたんですよね。で、結局、まあ、東京学芸大学ってとこに運よく受かったんですけど、まあ、受かってからもカルチャーショックですよ。周りが頭良すぎてさ。まあ、数学の学科、自分数学の教員免許と、小学校の教員免許持ってるんですけど、小中高のね、免許持ってて。で、本当に授業を受けてても、周りがね、頭良すぎるって言い方悪いけど、もう次元が違うの。俺、本当にその時のショックは覚えてて、あ、もうなんだろう、すごい言い方おかしいけど、頭の作りが違うよねっていうカルチャーショック。で、大学の時、同じ学部の子と付き合ってたんだけど、で、その子もやっぱ頭が良くって、だからもうさ、で、負けず嫌いなんだけど、負けず嫌いでなんかどうにもこうにもならないレベルだったの。で、まあ、ね、いろんなことがあって、でもまあ、頑張って単位取んなきゃいけないから、大学は。で、まあ、ギリギリ単位取りながら4年間で卒業したんですけど、そう、っていう、まあ、生活ですね。そうだね。だから全然真面目とかではなくって。で、うちの高校すごいね、あれなんだよ。校則が厳しくって、あのね、眉毛いじっちゃダメとか、髪の毛、今普段動画見てくれてる方分かると思うんですけど、今俺そんなに髪長くないんですよ。別にね。単発ではないですけど。だって俺この今の髪の長さで多分アウトですもん、頭髪検査。そう、頭髪検査3年間で1回も通ったことがなくって、毎回説教受けてたし、ね、染めるとか絶対 NG だったの。ピアス上げてたら、うち退学だったから。で、ピアスは上げたことないんですけど、でも普通に夏休み、長期休みにね、髪染めてたりとか、普通にしてたし、高校の時も。そう、まあそういうタイプの、人間でしたよ。はい。なので、おそらくね、こう、塾の先生とか、学校の先生とかで、まあ塾やってる時もやっぱよく言われましたけど、別にね、先生みんなが真面目じゃないとは思ってる。そう。まあもちろん真面目な先生もいるんだよ。いるんだけど、そう。いるけど、そう、だからなんか、今回ね、まあこういう、そういう相談というか、メールをたくさんいただいてたので、まあ話したんですけど、面白かった？面白かねえよね。全然ね。まあそんな学生生活を送っておりました。ただ、曲がったことは嫌いっていうのを話したので、いやまあ高速、ね、夏休み、長期休みに髪染めてたんで、破っちゃいるんだけど、でも、なんか、テストとか、やるべきことはやろうかな、みたいな。例えば授業をさ、邪魔するとか、そういうのはしないし、まあ寝てることは多かったですけど、そう、これいらんな、この授業って思うと寝ちゃったりしてましたけど、
でも、っていう感じかな。まあ、程よく楽しく過ごすみたいな生活ではありましたね。はい。これ、まあ、たまには許してこいよね。で、下の部分ですね。これはですね、まず、YouTube ライブにてですね。YouTube ライブって言われて、ピンとくる方、来ない方はいらっしゃると思うんですけど、簡単に言うと YouTube でやる生放送のことを YouTube ライブと言います。そういう機能があるんですけど、で、これは登録とかは必要なくって、普段、YouTube ね、自分の見ていただいている方は、普通に、こう、ポチって押せば、そのページ飛んで、生放送を見ることができるんですね。で、よく生授業をしてくださいとか、生相談をね、受けてくださいなんて話もいただくんですよ。で、今年本当は生授業1個の目標でもあったんですけど、自分の今のね、こう、設備の環境とか、時間のね、制約もあるんですけど、ちょっとこう、外出的にも難しいところがあるので、生授業はすることはできないんですが、生相談というか、生でこう話を、なんか自分の顔出すか、顔出す人はないかもしれないけど、話をしてみんながコメント欄とかで書いてくれたのをこう拾いながら話すっていうのを一回だけやってみようかなとちょっと思っております。去年とか、この前もやってましたけど、たまにツイキャスはやるんですよ。ツイキャスの機能を使ってね、やればするんですけど、ツイキャスをね、全然慣れてない方もたくさんいらっしゃると思うので、たまには初めてか、YouTube ライブね、ちょっとやってみようかなと思います。なんで、イメージとしては、普通に自分が生放送で喋ってるんで、みんながコメント欄書いてくれて、それを全部拾うことはできないかもしれないですけど、例えば相談がね、書いてあったら、その相談を読んで、自分はこう思いますよ、みたいな、生でこうお答えするっていうのを、一回だけですね、やってみようかと思います。で、おそらくこれやるとですね、アンチの方が来ます。嫌なことを書かれるとか出てくるので、そういうのを読みたくないなっていう方もいらっしゃるんですよ、実際。そう。なので、来る来ないは皆さんの自由なんですけど、ちょっとね、目に入れたくないものを見る形になるかもしれないですが、一回ぐらいいっかなと、いうふうに思ってますので、リクエストもたくさんそれにいただいてたから、ちょっと、日にちが決まったら、ツイッターの方で発表しようかと思います。かなり前から分かるようだったら、ダラダラジオでこの日にやりますって言えたら言おうとは思うんですけど、今結構先まで予定がね、パッて組めないので、なかなか、そう、直前になってツイッター発表になっちゃうかもしれないんですが、ちょっとやってみようかなと思います。ただ、やるとしたら夜になってしまうので、10時とか10時半ぐらいになっちゃうんですよね。どうしても仕事の関係で。なので、その時間も寝てるよっていう方もいると思いますし、普段勉強してる時間、その勉強のリズムをね、崩してまで見るものではないと思いますので、タイミングがあって、ちょっと休憩があったら見よっかなみたいな風に思った方がいれば、ぜひね、来てもらえたらと思います。で、最後、テレビに出ますっていうね、これだけ書くとおって思うんですけど、今回テレビ5回目かな、出させていただくのが5回目なんですけど、大阪テレビさんだって、たかな。なので大阪府は移ります。だから全国は放送されないんで、自分住んでる群馬県移らないんですけど、で確認したらですね、大阪以外の地域もちょこちょこ移るらしいんですね。ただ全部把握してないので分かんないんですが、で放送日もまだ決まっておりません。ただ、この前ですね、どれだっけ、今週あげた英語のね、並び替えシリーズの第7弾の動画ですね、それさっき後で見返したらちょっとね、いつもと違う感じになってたんですけど、あの時、収録日というか、家まで、撮影に来ていただいて、横でカメラをこう、流したれながら撮ってたんです、その動画。だから、すげえ緊張してて、いつもね、テレビにこう、撮影来ていただくときは、それがあるんですよ。自分が撮ってるところを撮りたいっていうお話をいただけるので、で、やっぱ慣れないですね。どうしてもいつも通りのこう、授業ができなくって、反省ですわ。あーと思いながらね、まだまだ修行が足らんと思いながらこう見てましたけど。で、そういった形で、ちょろっとなんですけど、大阪の方のテレビにね、出させていただきますので、また近くなったら、これもツイッターか、早めに分かれば、ダラダラジオで発表しようと思いますので、その地域の方だけにもなってしまうんですが、もしよかったら、そちらの方もぜひ見ていただけたらと思います。では、今回はハイチのダラダラジオ第163回、そりゃ真面目な学生生活を送ってなかったよっていう話なんだけど、ね、おしゃべらせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回は、いつも通りね、ちょっとまだ決まってないんですけど、まだ何か喋っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。